このプールでレア種類解説を行います。まずは皆さんにレア種類という動物がどういった動物か簡単にご紹介します。レア種類というのはその名前の通り前足後ろ足がヒレのようになっている動物のことです。そんなレア種類には大きく分けて3つの仲間があります。まず1つ目の仲間は今私の目の前にいるこちらの動物も含まれるアシカの仲間。続いて2つ目の仲間は皆さんが向かって左手に続々と上陸しているアザラシの仲間。最後3つ目の仲間は残念ながら今回ではご覧いただくことができませんが大きなクジラが特徴のセイウチの仲間です。この3つの仲間を合わせてレア種類と呼ぶんですね。さあ続いて当館で飼育しているレア種類の種類をご紹介します。まずアシカの仲間を2種類飼育していて先ほど解説でもご紹介したと、ほぼはアシカの仲間で最大になる種類ですね。さあ続いて私の前にいるのは日本の水族館で最もよく見ることができるアシカの仲間カリフォルニアアシカという種類です。皆さんも一度はご覧になったことがあるじゃないでしょうか。こちら当館での愛称をメサキと言います。先は別の個体です。さあ続いてアザラシの仲間も当館では2種類飼育しています。まず皆さんから向かって後ろ、水辺の小動物というよりは真っ黒い体に少し背の大きめのアザラシ、バイカルアザラシを飼育しています。また後でゆっくりとご覧ください。さあ続いてこちらのマリンサファリで飼育しているアザラシ、すべて同じ種類のアザラシです。こちらも日本の水族館で最もよく見ることができるオマークアザラシという種類なんですが、よくオマアザラシと呼ばれている方がいらっしゃいます。体をご覧いただくと白地に黒い点々の模様がありますが、それがまるでゴマのような模様に見えることからゴマクアザラシと名付けられました。ゴマのクというのはゴマのような模様という意味ですね。ですから皆さんもぜひゴマアザラシではなくゴマクアザラシだと覚えて帰ってください。まあ、それではですね、ここからはそんなヒレア種類の中でもアシカの仲間とアザラシの仲間、この2つの仲間の見分け方を簡単にご紹介します。そして水中に入ったアザラシは後ろ足のヒレを突っ込みして泳ぐんですね。さあ続いてとっても細かい部分なんですが、こちらにいるカリフォルニアアシカの先にご注目ください。さあ目の後ろあたりちょこっと飛び出ている部分があるのが皆さんお分かりいただけますか。とっても細かい部分なんですが、これはアシカの仲間の耳で、正確には歯科蟻と呼ばれている部分です。これは体の外に飛び出しているのがアシカの仲間。ではアザラシの仲間はというと、目の後ろあたりご覧いただくと黒い穴がポツンと開いているのがお分かりいただけますか。この穴のような部分がアザラシの仲間の耳なんですね。それから穴だけの耳でもしっかりと周りの音は聞こえています。では最後4つ目の違いは爪の違いです。どういうことかというと、まずアシカの仲間爪を持ってはいますが地面に当たらない腕の真ん中くらいの位置にとても短い爪を持っています。対してアザラシの仲間というと地面に当たる位置、ヒレの先端部分にとても長くて鋭い爪を持っているのが特徴です。こういった違いがあるんですね。それでは今ご紹介した4つの違いをぜひ皆さんも覚えて帰ってアシカとアザラシの仲間をやってみてください。それではこれでレア種類解説を終わります。最後までお聞きいただきありがとうございました。この後もぜひゆっくりとご覧ください。